さて日本の皆様にとっては非常に恐怖を覚える内容ですけれどもロシアが日本を脅迫し始めているわけですねこれは韓国ではほとんど報道されていませんが日本では相当報道された内容なので皆さんもある程度はご存知ではないかというふうに思いますさてその始まりは 2022年の4月の1日でしたロシアのいわゆる中道左派の野党である公正、ね、ロシアという党がありますこの党は第3党なんですがその党首のセルゲイ・ミロノフという人がです、ね、4月の1日にツイッターでツイートをしたわけです。 まあこの人はいわゆる10年間ロシアの上院の連邦議員議長を務めた人でもありますし現在はロシアの下院の副議長を務めている、まあ、重鎮なんですね。まあ、しかし、よく見てみるとプーチンと一緒に出世をしてきたそのようなプーチンの同僚というよりは まあプーチンの相棒に近いそういう人物でありましてまた、一説によるとプーチンの政治資金をいわゆる全て管理している人間であると建設業から始めてですね政治家になったこのミロノフはプーチンが直接言えないことを代わりに言って くれるというです、ね、そういうううでですすねそ人物でもあります野党ではありますけれども、まあ、本来は与党にいた人間が野党側に逆に与党を支援する政党を作ったわけですねじゃあ4月の1日に彼はこのように言いました日本はロシアに対して繰り返し北方領土返還を主張しているが一部の専門家は北海道の全権は ロシアにあるるとと主張していいこここういうことを言ったわけですね、まあ、これはロシアは北海道の領有権を持っていると北海道はロシアのものだという話なんですねいわゆる、またこう言いましたね東京は対立路線を取っていると、まあ、東京というのは日本政府のことですけれどもいわゆる日本政府の対立路線がどこに向かい ロシアがどのように対応すべきかは不透明だ、まあこのように言いましたがこれは明らかな脅迫の始まりでしたねそして、さらにこう言いましたどの国も望むなら隣国に領有権を要求し正当化する理由有力な証拠を見出すことができると、まあ、めちゃくちゃなことを言っているわけですね。 日本の政治家たちが第二次世界大戦の教訓とソ連軍の侵攻で崩壊した、壊滅した関東軍の運命をすっかり忘れていないことを願うそうでなければ我々は日本側の記憶をよみがえらせなければならないだろうとこれはもう完全な脅迫ですね日本側の記憶をよみがえらせるこれは一体何をしようという。 話なんでしょうか、まあ、その後です、ね、ロシアは日本の北方領土、さらにはその上の千島列島の方でです、ね、ミサイルの発射実験を開始しましたいわゆる韓国では北朝鮮が東海、まあ、日本では日本海と言っていますけど、ね、東海に発射するミサイルだけを報道していますが。 日本ではロシアが北方領土からまたはその上の千島列島からミサイルを発射する模様を報道しているわけですこれも日本に対する脅迫の一環であるということができますね4月の6日ですがロシア外務省のザハロファ情報局長が 政府の人間として次のように発言しました日本の現政権は前任者たちが長年築いてきた協力関係を一貫して破壊しているロシア政府は日本に対する対抗措置を計画しているこれは野党の指導者が話した内容とはまた違うもっと重みのある脅迫ですよね。 日本に対する対抗措置をロシア政府が計画しているとはっきり主張したわけですさらには政治学者であるセルゲイ・チェルニャホフスキーというです、ね、非常に長い名前を持った政治家、政治学者がいますこの人はしかし世界的に有名な政治学者なんですがこう言いましたね、続けてですよ4月に。 東京は歴史的にロシア領だった北海道を不適切に保有しているとロシア人開拓者たちが公益のために北海道を開発植民地化して利用した北海道にはアイヌ族が住んでいるが彼らはサハリンやウラジオストック近郊カムチャッカ南部に住む民族と同じでロシア民族の1つだ、まあ、こう発言したわけですね。 まあこれはですね聞き方によると非常に大きな脅迫になるわけですつまりロシア民族を守るために北海道に侵攻することができるというそういう宣言でもあるからであります2018年にはですねプーチンがまたこれと つながる発言をししていました2018年の12月でしたけれどもモスクワでの人権評議会でプーチンはアイヌ民族をロシアの原住民として認定するとこのように公表しましたこれは非常に計画的な発言であった可能性があるわけですねロシアはあやはり北海道を狙っている可能性があると。 冷戦時代にはです、ね、ソ連が北海道に侵攻するというそういう憂慮があったために日本の自衛隊はそのような対処をしていましたが冷戦が終わってです、ね、ソ連が崩壊してそのような自衛隊の体制は現在までなくなってしまったわけです。 さてアイヌについてちょっと見てみたいと思いますが17世紀に北海道には5つのアイヌの集団がありましたそして松前藩という藩が北海道の本当に南の端にですね少し入っておりましてそれがまあ日本の領土といえる領土であったわけで北海道自体を 17世紀から19世紀までの日本人は日本領としては見てはいなかったわけですねアイヌ民族が政府を作っていたわけではありませんがアメリカインディアンのように部族を作っていわゆる集団生活をしていたのが北海道であったわけです。 ですから、日本の江戸幕府が作った公式の地図を見てもですね北海道が書かれていないわけです。北海道がないですよねこれは慶長日本図ですけども1615年、江戸幕府が初めて作った公式地図として知られていますが北海道は書かれていません。 もちろん沖縄も書かれていませんねえ、まあ、ちょっと見てみると竹島もありません、まあ、このようなあものは後になって日本が日本領として主張しだしたあということができるう地域であるわけです、まあ、日本は。あ 19世紀になってから北海道を開拓し始めました1899年に北海道旧土人保護法を成立させまして、えー、さて、えー、日本はですね、えー、創始解明をアイヌ民族に強要したわけですアイヌの人たちを、まあ、日本が作った北海道の住民センターに呼んでですね、えー、そして 日本式の名前を強要しましたアイヌの人たちに自発的に名前を作らせたのではなくて日本の公務員たちが勝手に名前を作って戸籍も勝手に作ったわけです、まあ、そのようにして日本戸籍を強制的に適用しまして日本の 開拓者によってです、ね、アイヌ人たちは結局土地を失っていきましたそのため日本はアイヌ民族を保護するという名分のもとにですね、えー、一家族に1万5千坪以下の土地を支給,支給するというそういう事業を始めたりしましたまたアイヌ人学校をつくってアイヌ語ではなく まあ、アイヌ語を禁止してですね日本語を強制的に教育しましたそしてアイヌ民族の文化を否定したわけですもちろん現在はアイヌ文化を見直そうというそういう団体が出てきておりますけれどもこのような旧土人保護法は1997年に廃止されるまで 続いたわけです、まあ、ここに映っているアイヌ民族の人たちその右側のスニを見るとですねその顔はロシア人のように見えるではないでしょうか、まあ、先ほど政治学者が言ったですね、えー、いわゆるロシアの原住民これはサハリンに住んでいる民族とか カムチャッカ半島の方に住んでいる人たち、えー、と、まあ北海道のアイヌは民族的には同じであるということは言えると思います。まあさて、えー、まあ岸田首相ですけれども、岸田首相は2月の22日にロシアがウクライナの東部の独立宣言をしたときにですね、非常に激しい言葉で ロシアを非難しましまた岸田首相はロシアの行為はウクライナの主権と領土を侵害する行為だ認められない強く非難するとそうしてアメリカを中心とするロシア制裁に積極的に参加したわけですその後ロシアはですね岸田首相をはじめとして日本の公職者66人に制裁を 加え始めましたまだ韓国に対してはロシア政府は制裁を加えてはいないわけなんですね。これは口で激しく非難する日本政府と口ではロシアを非難していないその韓国の違いではないかというふうに思いますね。なぜなぜらばロシアにに対する制裁に関しては 具体的に韓国も参加しているわけですから感情的な問題があるというふうに思えるわけです。さて、在日ウクライナ人の国際政治学者グレンコ・アンドリーという人が現在、日本でこのように主張しています友好国や同盟国だとしても他国の言葉に無条件に従う国は滅びると。 これはウクライナが友好国当時の三国の言葉を聞いて非核化をしたことをこのように言っているわけですさらに、この人はです、ね、プーチン幻想という本を2019年に出版していますそして、こう言っています友、ね、好国も我々の利益を害する行動をとることがある。 だから友好国の言葉を全て受け入れる必要はない友好,好国の言葉を疑い時には拒否する理性と根性を持たなければならない、まあ、これがです、ね、日本の皆様にどのように聞こえるかというのは皆様方が判断していただければいいというふうふに思いますねこれは韓国においても同じ教訓であると。 いうことができますじゃあそれではですね、えー、対ロシア制裁を実施した国について見てみたいと思いますロシア制裁に参加している国は34カ国ですね。その中でアジアを見てみたいと思いますアジアは日本、そして韓国、台湾またオーストラリア、ニュージーランド オーストラリアとかニュージーランドはアジアとは言っても白人系ですよねそういう意味では、まあ、私たちが皮膚で感じるアジアとしては日本、韓国、台湾だけがロシアに対する制裁に参加しているわけですその他はアメリカやカナダそして NATO 国家を中心とした ヨーロッパの国々だけで大部分の。アジア。そしてアフリカは。一国もロシアの。ロシアに対する制裁に参加していないわけです。まあ特に。まあアフリカは一国もないですよね。アジアでも。極東において。 2つの国と1地域ですね台湾は1地域ですからそのようにロシアの制裁にごく一部が参加しているとところが私たちはテレビの報道を見ているとですね、アメリカ側のニュースがほとんどですから非常に多くの国がロシアに対して制裁を加えていると考えがちですがそうではないわけです。 さて安倍晋三前首相について、まあ、前ではなくて元首相ですね安倍元首相について見てみたいと思います安倍元首相は2月の24日ロシアがウクライナに侵攻してすぐにですねロシアのウクライナ侵攻を強く非難始めたわけです、まあ、これは非常に多くの人が 意外に思ったた内容でしたなぜならば安倍元首相はですね27回もプーチン大統領と会談を持った過去があるわけですね。そしてお互いをウラジミール・新蔵というふうに名前で呼び合っていわゆる北海道の北方領土に対して ロシア側から多くの情報を得ようと努力したわけですよね。その甲斐があっていわゆる北方領土にはそこに住んでいた旧島民の方々が行き来できるようになりましたし経済的な協力もできるようになりました。そしてロシアとと日本のの間の 平和条約の締結にも大きく動いたわけでありましたがこの安倍元首相が非難を始めたためにです、ね、ロシア側では今まで日本側が努力して築いてきた全ての内容をキャンセルしてしまったわけですね。これはは日本ににとっては非常に大きな 損害でありましたけれども安倍元首相は全く関与しないという顔をしているわけですいわゆるプーチンとの間で非常に友好関係を築いた安倍元首相に対してはウクライナとロシアの間を仲裁することが非常に望まれたわけですけれどもそのような希望は全くなくなってしまいました。 それよりもこれを機会に日本もウクライナのようにならないためには憲法を改正して第9条を改正し自衛隊を正式な日本軍にしなければならないという安倍元首相の持論が強く今、動き出しましてですね3月23日には参議院憲法審議会では 自民党が自衛隊を憲法に明記しなければならないという主張を本格的に始めましたさらに安倍元首相は各地を回りながらあ会見講演を続けているわけです安倍元首相としてはウクライナの問題が自分の問題としていわゆる憲法改正という 自らの宿命と呼んでいますがこれを実現するために利用するそういうような立場で見ているのではないかというふうに疑問を抱く人たちも多く出てきているわけですじゃあ、それでは日本の国民は会見に関してどのように思っているでしょうか。 5月の15日から17日に NHK が世論調査をしましたけれどもこの時点で会見が必要だという日本人は35%ですね必要ないと答えた人は19%でしたどちらとは言えないというのは42%で一番多かったですね。やははりこれはウクライナに対するロシアの侵攻が 大きな影響を与えているわけです、まあ、分からない」とか「無回答」は4%でしたからこの42%の人たちがこれからどのように変わっていくかというのが今後実際に会見をすることができるかどうかという問題の鍵になるのではないかというふうに言うことができます。 さて4月の26日に岸田首相はですね異例にも発足以前の韓国政権の韓国代表団に会ったわけです普通、こういうことはないんですねえまあ同じ韓国代表団はアメリカにも行きましたけれどもアメリカでは補佐官ぐらいがあっただけでしたところが日本では破格的な待遇でしたね えー、岸田首相だけではなくて、えー、安倍元首相も代表団に会いましたし、えー、その他、あく岸信夫防衛相萩生田経済産業相そして、えー、林外相もですね、えー、韓国代表団に会いました。重要な大臣たちがみな 韓国代表団に会ったわけですそして、えー、岸田首相はあ「日韓関係改善は待ったなしだ」という言葉を韓国代表団に伝えました、まあ、これはそれだけ日本でも日韓関係の改善ということが重要だという考えを当時岸田首相は持っていたということを知ることができるんですね そして日韓の共同利益の実現を努力しようということで意見の一致を見たわけであります、まあ、しかし、ここで私たちは日本の抱える問題というものを少し冷静に見てみなければならないと思いますね特に軍事的な部分で見てみたいと思います。 その一つは尖閣諸島の問題であります日本が実効的に支配をしている尖閣諸島に対して中国と台湾は尖閣諸島は自分たちのものであると主張していますねさて、ここに大きな問題があるわけですが2013年のことでした。 もう9年近く前になりますが中国はこのように公表しました尖閣諸島は中国が武力を行使してでも確保しなければならない革新的な利益だというふうに公式発表をしたわけです。まあ、ここで、えーまあ、私たちが知ららなななければいなないのののはは中国の発表というのは これは日本の政治家の公約とは違ってですね発表されれば実行される内容であるということが重要でありますが、まあ、そのため、その後いわゆる中国の政府の船であるとかまた、中国軍の飛行機であるとか尖閣列島の周辺 または上空に。ほとんど毎日のように現れるようになったわけであります。さて、日本では多くの人が信じていますが。日米安保条約第五条があるために。アメリカは。中国を。中国が。もし尖閣諸島を侵略した場合に。 日本を守ってくれるとそのように信じているんですねしかしそれは本当でしょうかじゃあ日米安保条約の第5条を見てみるとですねこのように書かれてあります両国の憲法上の規定及び手続きに従い日米が共通の危機に対処するとこのように書かれてあります 尖閣列島を中国や、まあ、台湾は日本側ですから侵攻するということはないと思いますが中国は侵攻する可能性が十分にありますね、えー。さて、日米が共通の危険に対処すると、まあ、これは日本の尖閣諸島が危険になった場合ですね。アメリカ軍が それに対して守ってくれるという根拠になっているんですが問題はその前なんですね両国の憲法上の規定及び手続きに従うと書かれてありますさて米国ではアメリカでは改選の決定権を持っているのは連邦議会であるわけです大統領ではないんですねですから連邦議会がもし尖閣列島が 日本から見たとき中国によって侵略されたときにこれはアメリカ軍が行って日本を守ってあげなければならないとまず決定しなければならないわけなんですねところで日本の専門家も最近は非常に心配していますこんな小さな国を守るためにアメリカはアメリカ軍を日本のために動かしてくれるだろうかという内容です まあ、そのいわゆる憂慮というのはです、ね、結局は自衛隊で守らなければならないという憂慮であるわけです。ところで,です、ね、日本の軍事的なあいわゆる発言というものは少し、動う越してきているわけです。2021年4月の16日でした当時は 菅首相でしたよね当時の菅首相は日米首脳会談で台湾問題に介入するとほとんどバイデン大統領に約束してしまいましたこれは軍事的な介入ということを意味していたわけです1969年以来52年ぶりにですね日米首脳 会談の合意文書に台湾問題が登場したわけですアメリカと日本の両首脳はです、ね、台湾海峡の平和と安全の重要性を強調しました、まあ、これはいわゆる日本も軍事的に介入するという約束がされた内容として知られているわけですね。 もちろん日本はそのあとにです、ね、日本が独自で声明を発表しましたけれども中国台湾問題の平和的解決を促すという平和的という言葉を別の宣言で日本だけがしてはいますけれども中国はこれに対して非常に不快感を示した事実があります。 さて2022年になりました5月の23日に日米首脳会談がなされたわけですねこの時バイデン大統領はこのように言いました台湾海峡の現状維持に関与するこれは軍事的介入を示唆した言葉でした記者人たちの質問に対して 台湾問題に軍事的に介入するのかこういう質問に対してですねバイデン大統領はすぐに答えましたそれはアメリカの約束だとですから、台湾問題が起きた時にそれは中国が台湾を侵攻した場合ですけれどもアメリカは軍事的に介入するとはっきり バイデン大統領は岸田首相との首脳会談で口にしたわけですそこに自衛隊も加わるというのがアメリカの希望であり日本の合意であるわけでありますそして日本では IPEF というですね経済 共同体もこれは対中国包囲網として結成がされましたこれは韓国ではですねことさら対中国包囲網ということではないと言っていますがまあ日本では多くのマスコミが経済的対中国包囲網としての IPEF を言っていますからまあ日本と韓国では 報道されている内容が少しずつ違うということも、まあ、知っておかなければならない内容ではないかと思いますね。さて、日本の大きな憂慮の1つは前にも言いましたけれどももしロシア軍が北海道に侵攻したらという内容であります。まあ、その時もですね 米軍が来るとしても時間がかかるわけですねいわゆる南の尖閣諸島よりもはるかに大きい北海道にロシアが侵攻した場合には米国議会もです、ね、連邦議会もこれはアメリカ軍を動かさなければならないと必ずいわゆる賛成してくれる。 というふうに予想ができると言えますけれどもそれでも時間がかかるわけですね。米軍が来るまで自衛隊が持ちこたえることができるかというのが問題ですがそれは自衛隊の元幹部たちが現在、軍事専門家になっていましていろいろなところで発言していますがまた コラムもたくさんん書いていてるんですね皆、みんな言っていますねそれは不可能であるとまずロシアがサハリンからロシア軍がいわゆる稚内に侵入した時には旭川を目指してそして最終的には札幌を目指すがこれは自衛隊が防ぐことができないとまたは北方領土の国後島から北海道に東から ロシア軍が上陸した場合にはまずは帯広を目指しそして、やはり最終的には札幌を目指すけれどもこれを日本の自衛隊は阻止することができないと、まあ、それは北海道が占領されるということを言っているわけですねアメリカが来る前に北海道は占領されてしまうと現在の自衛隊の状態はそういう状態だというのが 自衛隊の元幹部たちが現在、軍事専門家となって発表している内容であるわけですですから、このような軍事的な日本の状況でですねもちろん朝鮮半島の有事という問題もありますが両方の観点から日米が積極的なのが日韓米軍事同盟であります。 これはだいぶ前から言われてきた内容でありますが結局、韓国側がこれに対して賛成しなかったためにです、ね、現在まで日韓米軍事同盟というものは結ばれていないなわけです日本とアメリカ韓国とアメリカはそれぞれ軍事同盟が結ばれていますが日韓関係においては 軍事同盟はない,いわけですですから、日韓米軍事同盟の要はですね日韓で軍事で同盟を結ぶことになるわけでありますがこれに対しては韓国内の拒否反応が非常に強い状況であります。じゃあ日米が進めているですね えー、日韓米の同盟というのはです、ね、三角同盟という,ふうに言われていますこれはです、ねえーまあ、このように韓国、日本、アメリカがまず、えー、お互いの軍事情報を共有してこれは GSOMIA といわれる協定を結ぶことですね、えー、韓国と日本は現在 GSOMIA は結ばれています そして、もう一つはですね悪さというものを結ぶわけです悪さとは何かというとですねこれは軍備、または武器というものをお互いに共有するという内容であります、まあ、例えば、戦場に出てですね日本軍と韓国軍のどちらかが武器が不足したと。 その時には例えば日本が韓国軍に日本の自衛隊がですね韓国軍に例えば武器を、ミサイルを戦車を貸してあげるという内容ですねこの反対もできるということです、これがアクサですね、現在、アクサを結んでいないのはこの中で韓国と日本だけなわけです。そういうい意味で 日韓米の軍事同盟というのはアクサを日韓間で結んでしまえば事実上完成されるわけですところが、これを韓国ではイ・ミョンバク政権の時にいわゆるジーソミアとアクサを結ぼうとしてです、ね、韓国内の反発が強くて保留しました。 そして朴クネ政権の時にジーソミアだけを結びましたアクサは1年後に結ぶ予定でありましたが朴クネ大統領が弾劾されてしまってですねその後ムン・ジェイン政権となりましたムン・ジェイン政権はアクサだけはこれは結ぶことはできないとそのように決定してですね そのまま来ているわけですね韓国の中では、アクサまで日本と韓国が結んでしまうとです、ね、完全に日韓米軍事同盟となってしまってです、ね、例えば、日本軍が朝鮮半島に上陸することも十分にあり得るとこれに対して韓国人の拒否反応というのは非常に強い内容ですからこれは、 朴槿恵政権でも保留にしましたしイ・ミョンバク政権でもそうでしたしムン・ジェイン政権は永久に保留にしましたし、まあ、新しい政権はどうなるか分かりませんけれどもこれが日韓米三角同盟という内容でありますさて朝鮮戦争に関して当時の吉田茂首相が 発言した内容がありますそれをある週刊誌に掲載された記事の一部から紹介したいと思います日本にとって朝鮮戦争は都合の良い戦争だった特需をもたらし戦後復興のきっかけとなった戦争勃発の第一報を受けた吉田茂首相はこれこそ天の恵みでありましょう 何卒ぞご神女の歩道と神棚で深く頭を下げたそうだアメリカにとっても朝鮮戦争は一つの祝福であったそれはちょうど都合の良い時期に都合の良いところで起こってくれた都合の良い戦争であったという米国第8軍司令官バンフリートの発言に驚愕すると。 まあですから、韓国人の多くはです、ね、この吉田元首相の言葉であるとかアメリカのバンフリート司令官の言葉というものをよく知っていてです、ね、アメリカや日本はもしかしたら朝鮮半島でもう一度戦争が起きることを願っているのではないか。そのように 考えるわけであります。これは日本の方々もよく知っておかなければならない、えー、韓国人たちの考えであり感情でもあるわけです。まあさらにもう一つの問題はですね、えー、いわゆる日韓軍事同盟を結ぶためには、普通はですね領土問題があれば軍事同盟は結ばないというのが。 常識でであるわけです日本と韓国の間には特と,と竹島という領土問題が存在しているわけですね。ですから韓国人たちはもし朝鮮半島が有事の場合日本の軍隊は海を渡ってくるわけですがその途中で特と島 竹島を侵略する、まあ、日本韓国から見れば侵略ですから侵略してしまうのではないかというふうに思っているわけですね。ですから、こういう場合ですね世界の常識は領土問題がある場合に軍事同盟というのは結べないんですね。まあ、もし日本が 韓国との軍事同盟を結ぶことを望むならば、徳島・竹島問題は韓国が安心する方向で完全に解決をしなければならないというふうに思いますねさて、ウクライナをめぐる中国、習近平のジレンマという内容で お話し,したいいと思います習近平のロシアへの対応はですね、軍令経熱という言葉で表されているんですね、いわゆる軍事的な支援は冷静に、しかし経済的支援は一生懸命、まあ、こういう内容ですね。ロシアにに対して経済的には 支援をするけれども軍事支援は基本的にしないというのが現在の中国のスタンスであるわけです。じゃあ、その理由にはいろいろありますけれどもそれはです、ねえー、まず一つだけお話ししますが中国人たちのロシアに対する感情ですね。中国人たちははロシアののウクライナでの虐殺行為は あ日本帝国主義と同じだというふうに多くの人が考えそして SNS を使って発信しているからであります日本帝国主義に対して中国の多くの国民たちはですね今でも非常に反感を持っている事実があります例えばこれは2014年の 日本に対する反日デモの一場面でありますけれどもある女性がジャパニーズ・キルこれは日本人を殺せというそういう内容を書いたポスターのようなものを持ってです、ね、いわゆるデモに参加している姿ですね。まあ、韓国では日本に対する デモコードがあってもですねこのような言葉はあまり出てこないんですが、まあ、このような内容を見てもですね日本に対する中国人たちの反感意識というのはですね今でも非常に強いものがあるわけですさて、えー、遠藤誉というですね えー、筑波大学の名誉教授がいらっしゃいますがこの方はコラムを持っておりましてさまざまな記事を現在も書いて発信し続けています非常に有名なあ学者でもありますがこの遠藤誉名誉教授が中国における日本に対する感情のような内容を 4月の26日のコラムで書きましたその内容を少し見てみたいと思いますね例えば日本でわずか生まれて3か月の女の子がロシア軍の攻撃で殺害されたというニュースを流すと中国では日本軍はどれだけ多くの乳幼児や女性を殺害したか妊婦のお腹まで刺して胎児を殺したではないか。 とか日本軍に殺害された無婿の民は3000万人だといったネット反紙が増える日本の報道でロシア軍は民間人まで無差別攻撃したあまりに非人道的だというと中国のネットでは早速、日本軍は参考作戦焼き尽くす、焼こ殺し尽くす、殺講奪い尽くす、装甲 で民間人を殺しまくったじゃないかとか銃慶絨毯爆撃などを例に挙げて日本批判が爆発的に多くなるそして、日本人は自分のしたことを忘れてよくもず々しくロシアを一般的に攻めたりできるなとか日本は自国の反省をしろあるいは日本はどの面ぶら下げてといった日本の反応を あざ笑うようなネット発信が多く見られるようになった、まあ、このように遠藤教授は書いたわけですけれども、まあ、このような中国の国民たちの感情があるためにです、ね、ロシアに対して中国人たちはいわゆる反感を持っている可能性が十分にあるわけです。 そのために中国の政府はです、ね、ロシアを軍事的に支援したりすることは難しいという状況だ、まあ、こういう内容があるとそして、韓国側でもです、ね、日本を見ているとロシアがウクライナにするような行動を日本も。 朝鮮半島にもう一度するのではないか、まあ、このようなことを考える韓国の人たちも割合に多くいるわけですね。ロシアの行動は日本の過去の帝国主義の行動とよく似ているとそして、緩衝地帯としてのウクライナはですね緩衝地帯としての朝鮮半島というそういう発想として つながってきているわけです、えー、いわゆる1945年までは日本帝国主義は朝鮮半島を干渉地帯と見ていたことは事実であるわけでありますまあそのため、えー、ロシアのウクライナに対する行動はいつか日本の朝鮮半島に対する行動として 同じように出てくるのではないかという内容は韓国の人たちが歴史的に持っている内容考え方感情でもあるわけでありますさて日韓米関係に関して少しお話ししたいと思います5月の20日に、えー、韓国とアメリカは合意をしました その合意は半導体を通じたグローバル包括的戦略同盟を確立しようという内容でありましたですから現在の韓米同盟はです、ね、経済安保同盟という色彩が軍事同盟に加わったわけでありますもちろん日米関係もそうでありますが韓国とアメリカの関係はですね この関係が非常に強くなりました経済安保が左右されないようにサプライチェーンを確保しそしてその回復力を強化するというのがアメリカの考えでありますまあそのため日本があ韓国に対してサプライチェーンを分断するような行動を2019年にしましたけれども そのような日本の行動は現在不可能になったということが言えるというふうに思います韓米首脳間の経済安保常設対話チャンネルというものがまた構築されるというそういう約束がなされましたこれはですね実は1年前ですが 2021年の5月の21日に当時のムン・ジェイン大統領がアメリカに行きましてそして400億ドルの投資を発表しましたその時の中心も半導体の供給が主な内容でありましたこの時が第一次の韓米経済安保同盟の 設立でありまして2022年の5月にバイデン大統領が韓国に来たときには第2次の韓米経済安保同盟の構築という内容でありました。さてなぜ半導体が 重要であるかといえばですね半導体の用途というのは非常にたくさんありますがこの中で特にアメリカが目をつけているのが軍事産業における半導体の用途であるわけであります軍事産業で使われる半導体は例えばミサイル をサつとを撃つにですに、ね、そのミサイルが正確に相手方に命中するというその命中率を高めるのに最先端の半導体が非常に重要であり必要であるわけであります。ですからアメリカは韓国の技術が大変必要であるということが言えます。 ところでそのような軍事産業に必要な最先端の半導体というのはです、ね、実は世界では台湾が92%も占有しているんですねそのシェア台湾のシェアは92%韓国は8%であります半導体全体としては台湾が66%のシェアを持って いますがここで心配はですね台湾は中国によって侵攻される可能性があるというそういう面でありますですからアメリカとしてはいわゆる技術も持っているしまた製造能力もある韓国に目を向けるしかないという状態であります 中国はまだ半導体技術が台湾や韓国に追いついていないんですね。日本においては半導体のいわゆる元の根本的な技術というものはありますけれども製造面であるとかまたはその他、韓国の中で発展された技術こういうものは 日本でもまた見習っていかなければならない面があるのではないかというふうに言えると思いますさて、岸田バイデン会談ではですね非常に注目しなければならない内容が言われました。共共同同声声明明でですけれども共同声明では 両国間の役割及び任務が進化するというふうに書かれましたそして、共同能力が強化されるこのような内容が出ましたけれどもこれはです、ね、任務の進化というのはです、ね、より具体的に言うと今までは日本は いわゆる軍事的な問題が起きた場合にはアメリカを後方から支援するというそういうスタンスでありましたがこの声明によってですね自衛隊の位置がアメリカ軍といわゆる対等な位置に上がるというところに要があるわけであります。アメリカもそれを望んでおりますし 日本でも憲法改正してそのように自衛隊を軍隊として動かすことができるようにしたいという願望を持っているわけでありますさらにバイデンはですね国連安保理改革ということが実際に行われるならば日本が国連の 常任理事国になれるように支持するという発言までして日本の多くの人たちを喜ばせたわけであります、まあ、しかしこれは現実的には非常に難しくてですね。例えば現在常任理事国である5つの国が賛成しなければ日本の常任理事国加入ということは不可能であります そして日本の常任理事国加入に反対するであろう国が2つありますよね、それはロシアと中国であります。このロシアと中国が賛成しない限り現在においては日本がいくらアメリカの賛同、支持を得たとしても国連の安全保障理事国 特に常任理事国になることは実際問題としては不可能なわけですですから韓国ではバイデン大統領がリップサービスをしたと、まあ、そのように言う人たちも多くいるわけですね。それでは徴兵制がが復活した国という内容が 日本で報道されましたこれはロシアの脅威によってです、ね、スウェーデンが2018年から徴兵制を復活させましたさらに、ロシアの南の方にあるジョージアが2017年からそしてウクライナは2014年から徴兵制をすでに復活していたわけですね。 そしてバルト三国の中でリトアニアも2015年からすでに徴兵制を復活させているわけであります日本にもこのような時が来る可能性がないわけではないわけです、まあ、しかし、それでは日本の皆さんに聞きたいと思います。皆さんは日本で 徴兵制が復活してもロシアの脅威があるから中国の脅威があるから仕方がないと考える人たちが多いのでしょうかさて、兵士の数を見てみるとです、ね、一番多いのが中国の人民解放軍ですね220万人ぐらいいます。そのの次がインドの 万人ほどアメリカ軍は140万人ほどそして、朝鮮のこれは北朝鮮ですね北朝鮮の人民軍が130万人非常に多いですねそしてロシア軍は100万人ほどいます、まあ、韓国はこの表には出ていますが出ていませんが韓国はだいたい五55万人。 ほど兵士の数がいるわけですね自衛隊は二十五万人ほどいるわけであります、まあ、しかし有事の際にどれくらいの国民が銃を取って軍隊に入ってもいいと考えているのかというのが非常に重要ではないかというふうに言えますがそれでは日本はどれくらいの人たちが 戦争になったら自分も戦場に行って戦うという気持ちを持っているのでしょうか。これは2017年から2022年までいわゆる世界の79の国に対してですね「World v a ー u e s s h p というところが 調査をしたわけでありますもし戦争が起こったら国のために戦うかというです、ね、内容で約1000から2000ほどのサンプルを取ったわけですがこれで、えーまあ、この内容を見ると日本が国のために戦うという人たちが一番少ないんですね。それを少し 拡大したた表の部分を見てみいいと思いますね、えー、国のために戦うか「はい」というのがこれはあ、まあ、ブルーの部分で「です、ね、いいえが」がイエロー,おー、まあ、黄色い部分ですね「分からないが」がこれはあ少し薄い黄色で「向かいが」とが紫とこうなっていますが日本はですね 国のために戦うかが13.2%しかいないですね戦わないという人が48.6%大体いい50%ぐらい非常に多いですねそれで2位、まあ、これは下から2位ですけれどもリトアニアが戦うが32.8%ですこれは日本と比較しても 日本の次に低いリトアニアでも日本の2.5倍ぐらいの人が戦うと言っているわけですねこれを見ると日本が戦争が起こっても戦わないという人がこれは非常に多いというのが現実であるわけですねそれでは次の表はこの下に続く部分ですけれども アメリカを見るとですねアメリカは30位になっています、まあ、少ない方から30位なんですが大体いい60%の人がいわゆる戦うと言っていますねそして、えー、英国、イギリスですが64.5%の人が戦うと言っています韓国ですが韓国が40位ですね 67.4%の人が出ていって戦うとこう言っていますねやはり韓国は徴兵制がありますからこういう状況ではないかと言えますしかし徴兵制がない国でもですね戦争になれば出ていって戦うというパーセンテージが日本よりもはるかに多いというのが現実でありますさて次の表を見るとですね、えー まあ台湾台湾でも76.9%の人たちが中国は75位で88.6%の人が一番多いのがベトナムでしたね、えー、ベトナムは96.4%の人が戦争が起これば出て行って戦うと言っているわけですねベトナムのパーセンテージを見るともうお国民の ほとんど全てが老若男女これはあの男女を区別なくサーベイをしたわけですからほとんど多くの国民が出ていって戦うと言っているわけですねですから例えば日韓米軍事同盟ということを願い日韓の間の軍事同盟を願ってもですね 日本の人たちが戦うという意思がなければ韓国の方でもそういう日本と一緒に軍事同盟を作っていいのかという疑問が自然に生じるわけです。ですから日本の方々が例えば日本でそして朝鮮半島で有事になった場合にお互いが協力して 例えば、韓国軍は北海道にそして台湾の有事の時にもさらには尖閣列島の有事の際にももし日本で自衛隊だけではなくて韓国軍が必要であるという考えがあるならばまず日本の中で意識改革が 大変必要ではないかというふうに考えるわけですねそして、もう一つは先ほども言いましたけれどもそれでも韓国の人たちは日本軍や自衛隊が韓半島に上陸することを非常に嫌がるそういう内容があります。その辺ででも日本は考えてですね 韓国での拒否感というものを減らす努力が必要ではないかいろいろな具体的な施策がありますけれどもそれを実行していかなければならないのではないかこのように思います、まあ、ここまでお話しさせていただきましたが私の話を聞いてくださってありがとうございました。